こんにちは、今日なんですけども勇気橋本から24SS デリバリーございましたのでご紹介しようかなと思います。まずこちらツイストのワークパンツとトラウザーズ両方黒なんですけどリストックです。はい、当店でも在庫が切れていた商品ですが、はい、この度リストックで入ってまいりましたので前回買えなかった方ぜひ私が今一番履いているパンツでございまして何を隠そう今日もこれと、もうこれあれいいんじゃねえかっていうくらいはい、本当にデイリーで履きやすくて生地もまあワークパンツのねポリとコットンのタフなものなので非常に履きやすくてねめっちゃいいです。そして、これはねショーツですね。ちょっと太めのというか、まあ、これもツイストのパンツですね。このツイストのパンツをのショーツバージョンという感じでございます。でフェイクレザーのものと、ワークパンツの生地のものですね。はい、なんで全部ツイストシリーズツイストの、はい、ラインナップでございます。まあじゃあこのレザーのショーツ履きます。はい、レザーのショーツです。こんな感じ。最初いってきます。こちらサイズ46でお値段4万円です。はい、ちょっと太めの、うん、太めかつこの丈もねちょっと膝下ぐらいのちょっとスケーターっぽいかな。よくない？あの形は本当にねあのツイストのこのパンツパターンをもうそのままショーツにしたっていう感じでございます。でちなみにこれ形全く一緒で生地がワークパンツの、仕様でお値段が3万4000円ですね。3万4000円。はい、生地でちょっと値段変わってくるので、はい、ご注意くださいと。でこれもね、まあ、ツイストなのでちょっと立体的なフォルムしてますね。うん、いいね。はい、レザーのショーツってことでいいですね。ちょっとこうまっとめな感じでこれからいいんじゃないでしょうか。春夏なんか春でもいけそうですね。これくらいだったら日によるけど、うん、ショーツでもちょっと長め丈長めなのでいいかなというふうに思います。ツイストのワークパンツは、はい、相変わらずおすすめなのでぜひツイストシリーズのこの私が履きまくってるやつですけどね、履きまくってますよこれマジで。ちょっと色褪せてきてますね、はい、ちょっと退色してるんですけどこれ、まあ、私は44を履いてるんですけどねこのワークパンツに関しては、はい、おすすめです。ポリも入ってるんで洗濯してもすぐ乾くというおすすめです。はい、ということで概要欄にリンク貼っておきます。ぜひともチェックしていただきたいのと基本的に何かございませんのでよろしくお願いします。そんな感じです。では